第2からニューヒートの生演奏が流れております。コーナーから選手たちが颯爽と登場してまいります。これより60分3本勝負であります。まず大森ゆかり、そしてジャンボコに登場であります。赤コーナーです。さて青コーナーから登場いたしますのはレーナ2回、そして日本に初めてやってまいりましたヘニー・メッチェの日本選手であります。強豪選手がまたいるサブゲーから発展されて日本にやってまいりました。おなじみハワイの強豪レーナ2回、そして今日コンビを組みますヘニー・メッチェ、果たして今日はどういった試合を展開してくれますか。ゆっくりと松本薫選手が先導いたしましてレーナ2回、そしてヘニー・メッチェの登場であります。本日のセミファイナルタグマッチ60分3本勝負を行います。赤コーナー160パウンド大森ゆかり、夏子の愛称で親しまれております大森ゆかり、1983年は大飛躍の年であります。同じく170パウンドジャンボ去年の暮れ後援会が誕生いたしましたジャンボ堀85キロ。青コーナー水に主要チャンピオン160パウンド、テリーミッチェル。日本に初めてやってまいりましたテリーミッチェル選手であります。元エンタリア世界タグチャンピオン150パウンド、レイ日本にはおなじみの選手であります。現在実力世界一と豪語しておりますレーナ2回。いやまあレーナ2回はあの上田さんね、私たちもおなじみでね、その力というのはもう十分認識しているつもりなんですが、今日はあの60分3本勝負タッグマッチということもありまして、相手のですねペニー・ミッチェルが果たしてどういった試合ですか。そうですね、僕も初めて見る選手なんで ね、はいはい、ね全然わからないんですよ。そうですよね、しかし体はなかなか大きいですね。あの前にいましたね、あのルーシーと組んでました、はい、何か言いましたね、引退しましたあのゴンダレスですか。いやいや、あのトミー、トミーにちょっと感じるでしょ。なるほどなるほど、はいはい、表情からトミー青山ですね、はいはい、あっとさあ試合が始まりました。まだゴングの、あ今ゴングが鳴りました。さあ早くも試合が始まりました。やはりあの先制攻撃は外人組のようであります。なるほどね、レーラ2回、日本のリングはもう慣れたものであります ね、選手たちの決め技こういったものをよく知っております。さあペニー・ミッチェルが初めて登場してまいりましたが、ちょっと動きが鈍いようですね。はい、あーっとしかしこういったあの捨身の攻撃はなかなか迫力があります。はい、今なんかあの日本の選手なかなか見せませんね。ああいう技は使わないですね。ロープに振ってあのヘッドパッド風に行きましたですね。しかし動き全体は今一つという感じなんですけどもね、レーラ2回、あ怒ってます、まだやれまだやれという感じなんでしょう。さあ大森ゆかりとそしてレーラ2回であります。さあレーラ2回に対しまして今ジャンボ登場いたしました。今あのちょっとご紹介したんですがジャンボ堀選手にですね講演会ができました。そうですね、今日はあの講演会の皆さんもこの後楽園の方に来ているようですね。はい、ジャンボのショルダーアタックレーラ2回に炸裂であります。さあ、うん、十分には上がりません。しかしこの4人のタックマッチは体が大きいだけにですね、リングが狭く見えましてね、迫力十分であります。これであのレーラー2回はどうでしょうか。一応あの85キロということになってますけども、いやもっとありますよ、90キロを、ね、超えているかも分かりませんね。ジャンボコリもですね85キロから上はですねあまり私たちに言わないんですけども、選手たちのあの、評判を聞きますと90キロは十分にあるみたいですよ、ね、だってあの松本薫選手がですね今もう90キロを超えているという噂ですからね。とにかくこの2人はよく食べるんですよね。あそうですか、もうあのとにかくパーティーがあった後まだカツ丼5センチ食べたんです。あなるほどね、まあ、あの今いくら食べてもですね全部吸収されると、そんな感じの選手たちであります。日本にやってまいりましたこのペニー・ミッチェル選手ですが、松岡菊子さんね、何かあのちょっと入れ墨みたいなのがあの右の肩の上には小さくありませんですか。あれは何でしょう ね、ありますね、はいはい、ちょっと入れ墨でしょうか、あるいはあの何か書いてるのか分かりませんが、相手が終わっちゃうんです。バックブリーカー、これはバッチリと決まりました。思わず決めを上げましたミッチェルであります。
さあもう一回抱えてどうするか、受けられるか、今度は前に落としました。ここでも決めなくちゃいけない、はい、どうも十分に受け身が取れません。ペニーメッチェルであります。大森チャンスだ、思い切っていってもらいたいものであります。決めなくちゃいけない。さあ本体に入った、片指決まっている、カウントカウント、あっと、ああ今のは十分ね決まっていた感じでありますが、2でかろうじて逃れました。ペニーミッチェルであります。さあ大森ゆかり、まあしかし今はあの、どうでしょうか、日本のリングの方がですね、アメリカやヨーロッパのリングよりもやはり強豪選手が7名出ましてね、アメリカからやってくる選手も大変ですよね、はい、さあこの野郎というレイラニカイ、レイラニカイは本当にもう日本のリングではおなじみの選手であります。日本語をこういったあの試合の最中に出すというのは相当の余裕であります。噛みついた、今度は額に噛みついた、噛みつき殺法が出ました。そしてお腹にパンチ攻撃、多彩な攻撃を展開しておりますレイラニカイ。西野さんね、はいはい、非常に技が多彩ですよね、噛みつき引っ掛けだからと思うとうグラウンドはうまいよ、ね、はいはいはい、しかもあの力がありますでしょ。そうですね、ですからまあこの人はですね、日本のあの今ほとんどの、タイトルベルトがね、はい、日本にあの来てるんですけども、一番持って帰れそうな人はやはりレイラニカイじゃないでしょうかね、ああ変わってきてきました。ホリーはね、どうしてもレイラニカイを押さえようと考えてますよ、はい、あそうでしょう ね、はい、まああのヘニー・ミッチェルをねコールしたってしょうがないと、そういうところで考えてるね、こういうふうに思っているんでしょう。そういった意味ではこの大森ゆかりとジャンボ君のコンビの方が余裕のある試合ぶりであります。さあ大森ゆかりの後ろから今ミッチェルが出てまいりました。あさあミッチェル後ろから盛んに背中を攻めております。さあ遅いですねこの人は、うん、今一つあのヒコさんがね、指摘してますけども、ややあの技がね遅い感じですよ ね、はい、遅い。しかしこれでかえってね日本の選手がタイミングが取ってるんですよ ね、 で、 ね、ですからおそらくやりにくいと思います。今日はあの盛んにねお腹を攻められてまして、大森ゆかり選手としても動きが止まってしまいます。苦しそうです。そしてレイラニカイが登場いたしました。共に今日は水色ブルーの水着を着ております。レイラニカイと大森ゆかり、60分3本勝負、4人のね大きな選手が入り乱れてのタッグマッチであります。あーっと足が飛んだ、2人、はい、2人出るまでもありません。レイラニカイも1人で十分という感じ。さあ大森ゆかり選手の動きが止まってしまいました。パンチ攻撃、お腹にパンチ攻撃、ペニー・ミッチェル、あレイラニカイです。後ろから押さえておりますのがペニー・ミッチェルであります。さあどうなるか、思い切っていった、今度は避けた、ペニー・ミッチェルたまらずエプロンから落っこちました。さあここは日本コンビのチャンスであります。日本人コンビのチャンスであります。さあペニー・ミッチェルがこちら側の放送席、あったったった一席の中にね突っ込まれました。場外乱闘は一つお客様十分に気をつけてもらいたいものであります。カウント3になりました、14になりました。あっと選手上がってこないと危ないですよ、上がってきてもらいたいもんです。16です、誰も上がろうとしておりません。カウント18、さあもうこれはダメだ、19、場外乱闘に熱が入りすぎました。時捨てに遅い、ジャンボ堀遅い、すでにゴングの鳴った後であります。あせっかくあの優勢に試合を進めながらね、この場外カウントアウトはもったいない、もったいないですね、こういう試合を破っちゃいけないですよね、場外乱闘をしていてもですね十分余裕があるはずですもんね。これでですからあの一気に1対1になりましたんで ね、 あ、 のねあそこでね、はい、あの攻めすぎなんですよ、顔が追いすぎてますよね、はい、まあ、場外乱闘というのは選手ついついね夢中になってしまいますが、これで1対1、それにいたしましてもあのペニー・ミッチェル選手がもうコーナーでね完全に疲れ果てた表情であります。相当ブロックになってますね、はい、さあ一本一本からこれが決勝の3本目ということになりました。ラストホールが開始されました。まずレイラニカイ、そしてジャンボ・ホリであります。しかしあの花さんね、体格面でももう日本の選手外人選手に負けなくなりましたですね。本当です、立派ですね、はい、頼もしいですよね、
昔はあの日本選手というのはあの、ね、そういった格闘競技では小さくて力がなくて、ね、本当にあの残念な思いしましたけど、はい、これ五分ですもんね。もう五分以上のね戦いですもんね。何かあの殺されるんじゃないかと心配したり最初に気をしてたんですけども、最近は外人選手が日本のリングに来てですね、いろんなものを吸収して勉強して帰るようですね。はい、進歩しましたね。はい、だから日本の柔道スタイルというのはやっぱり考えてますね。なるほどね。はい、さあまた場外乱闘になりました。先ほどは優勢なうちの場外乱闘でね1対1に引き込まれてしまいました。これは外人組がね得をした感じでありますが、一つこの後は気をつけてもらいたいものであります。しかもあのデビル軍団が来てますよ。デビル軍団が場外乱闘に入っております。あーっと思い切ってね一席へ、こういった場外乱闘もあのレーラニ会はうまいもんですね。ご覧ください、向こう側では依然として、3人の選手がやっております。ケリー・ミッチェル、日本人選手がねどうも場外乱闘には今一つ分が悪いようであります。さあジャンボ堀、大森ゆかり、力は十分です。一つリングの上で肩をつけてもらいたいもんですね。場外乱闘は必要ありません。なくはダメですよね。はい、あ今19で上がりました。あ今ジャンボ堀レーラニ会と対戦、今度は引っかきね。え谷さんがおっしゃってる多彩な技が出てますよね。はい、多彩ですね。多彩な技、背中を引っかいております。そして今度はどうするか、髪の毛を引っ掴んでおります。確かにあの上田君ね、はい、もうやれることは全部やるという感じですね、このレーラニ会は。そうですね、まあ、でも本当にキャリアを感じさせますね、はい。ますもんね、ハワイ出身の人でしてね、本来はこういったあの真冬の日本とも弱いはずなんですけども、今日は生き生きとした試合ぶりであります。やっぱあのパイナップルパワーでね、あパイナップルパワーね、なるほどね、はい、新春の日本のリングでパイナップルパワーがね爆発しております、はい。さあそしてこのケニー・ミッチェル、ケニー・ミッチェルは今度からやってまいりました。 NWA のね強豪選手という見込みだったんですけども、ここまで見る限りでは上田コミッショナーどうでしょう、大した選手ではないようですね。まだこれからの選手ですね。これからでしょうね、あるいはあのキャリアも浅い選手かも分かりませんだろうと思いますね、はい。さあジャンボ堀ロープに振られました。どうでしょうか、カウンターになってあのお腹へのパンチはねなかなか効いてるようですけどね。だからアメリカンスタイルのレスリングとかしたことないんですよね。だから日本スタイル初めてから上がってるのと同時に、はいはい、日本側も上がってるんですよね。よしよしよし、さあお感じボストンクラブの体勢だ。さあこれはギブアップか、あーっとどうやらギブアップか。ケニー・ミッチェルどうでしょうか、我慢している、ようやくね外れました。危なかった、しかしケニー・ミッチェル危なかった。ここで決めなくちゃいけないですね、はい、ここはね相手もペニーミッチェルであります。あーっと強烈ですね、受け身が十分に取れません。後頭部を打っている、危ない危ない。さあ抑え込んだ、どうか、これを取りますよね。3と3を取りました。カタリの体勢に持っていくまでもありませんでした。その前に強烈に後頭部を打っているペニーミッチェル、たまらず4分17秒、最後はジャンボ堀選手が見事にケニー・ミッチェルを仕留めました。まず新春早々の60分3本勝負、ジャンボ堀大森ゆかり選手のね圧倒的な勝利と申し上げておきます。